本郷駅は長野県長野市には3丁目にある長野電鉄長野線の駅である。駅番号は N5。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、下りホーム入り口に自動券売機と出札窓口が設けられている。ホームには公道から直接入れる構造になっており、ホーム間の移動も近くの踏切を利用することになる。かつては、京城駅舎を持つ。 無人駅。ステーションデパートとして、テナントに対応していた。完成した1969年当時は、スーパーマーケットなど12店舗が入店していた。しかし2019年までに、テナントは全て消滅し、現在では駅舎に登る階段も封鎖されて、完全に役目を終えている。登りホームに、電光式旅客案内装置が設置されているが、 列車接近案内及び放送には対応していない。各年度の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅の周囲は閑静な住宅街であり、商店、コンビニエンスストアが点在する。長野県立大学長野女子高等学校駅の正面に三輪神社があり、町電バスの本郷駅停留所がある。徒歩5分の範囲に長野県短大、長野県立大学、 長野女子短大、長野女子高校、長野市立三和小学校がある。また、徒歩15分の範囲だが、須坂駅方面や、陶器におけるバスの時刻の混乱を嫌い、長野駅方面から長野高校へ通学する生徒も利用する。僧の木通りを経由して、徒歩2分で長野省の帰遊便局がある。長野市役所三和支所、三和公民館。 本郷町公会堂などの公共施設が点在する。徒歩10分の範囲に長野老学校があり、通学する生徒が利用する。駅前の指導場に町電バスの本郷駅停留所がある。ABCDEFGHIJ 品の毎日新聞社出版部、長野県鉄道全駅増保改訂版、品の毎日新聞社、2011年7月24日、269ページ。 ISBN 9長7847億8407万 1647ABC 2021年7月1日より、本郷駅、桐原駅、旭駅は終日、小布施駅、湯田中駅は一部時間帯で駅員が不在となります。新たに、お客様サポートセンターを開設します。長野電鉄。 オリジナルの2021年5月31日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210531211914/.https://www. n a a g 長電 n e t COJP n e w s, s, s d o c s 2A2A83D97FBC570 ビット80ビット49ビット CB76D5A2A3CD0D99CPDF2021 年6月1日閲覧。本郷駅バリアフリー工事について、長野電鉄2020年3月1日閲覧。長野市統計所各年度版による。ありがとうございます。